もうだいぶ楽に、だいぶ適当に打っちゃった俺。やばい、ちょっとメガネが崩壊して、メガネが崩壊、メガネが崩壊してちょっと打ち合えるかこれ。オッケーオッケー、一回止めよう。ありがとう。いや止めよう。全然止めましょう。セロテープで一旦試合してきますこれ。さっきちょっと一回セロテープで一旦。いろいろあったのよね。さっき普通にメガネ拭く時の力が強すぎてメガネ壊れたっていう。あれ？握力、いやメガネバキっていうことないからな、普通なかなかないですよね。花山かもしれない。マジで壊れてみますけどね。あ、すいません、戻れました。おいおいおい、なんとかなった。まあ、若干歪んでますけど、いけます。あ、まあとりあえず、応急処置はセール、サイトセール、まあナイス、こいつだ、リンクリンクリンク、ナイス、だいぶ乗せた。結構激しい演武したけど今メガネ大丈夫？いや全然メガネ今力入ってないですか？顔面に固定しました。顔面に固定、もうずれないように。顔とくっついてるの？もう今ガムテープで顔面に固定してます。パワープレイめちゃめちゃ。乗せさんロックインして。あー、はい、すいません。ありがとう。メガネ直したんだよ。すいません、ちょっとメガネイージーしました。ちゃんと顔にまた貼り付けて。ちゃんとキルチョイもメガネかけてんのジュアルなこれ。シナジーあるな、めちゃめちゃ。めちゃめちゃシナジーあるな。あ、なんか大会1回戦目で当たるってことをやっちゃいけないみたいなルールとかはないですよね、別に。ない。まだ多分トーナメント出てないんですか。なんかあれじゃないですか。募集してるところがなんか2個出てるのってなんかちょっとあれかなと思って、そういうルールありそうだなって思ったんですよね。あ、まあでも今回多分総当たりだから。あ、はい、とか普通にあれじゃないですか、仲悪いとかじゃないですか。あー、あれですね、時間じゃないですか。21時と20時のそっか。ディスコード、やっぱね、なんでだろうな。あれ、V スポーの人って絶対なんか食ってんだよな。俺一緒にやると絶対。いや、釈迦さんもうだって3時っすよ。釈迦さんは腹パンで帰ってきたじゃないですか。まあ確かに。腹パンじゃなかったんで、ちょっと最初が。そっか。もう3時か。空腹から始まったもんね。最後の一人だ。最後の一人だ。まずいね、パソコンの温度がすっごい上がるから、やばい、落ちる、やばい、危ない、やばい、マジ、めっちゃお坊さんおる、うわ、マジでキモいんだけど、なんかここちょっと重い。いやこれはブラストパックめっちゃむずいやつないんすかこれ。ブラストパックむずいやつですか、ね、それやっぱできた人から寝れるでしょこれだって、どうせ。いやー、お坊さんあんま調子こくのやめてもらっていいですか。お坊さんできた人から寝れる。とりあえずこきすぎじゃないですかそれ。一瞬レイズに変えましょう。一瞬レイズに変えます。じゃあ変えました。じゃあイエローからあそこの壁ちゃんとぶつかったら自信できてる。 S だかな、それシューマンやってないもんかって。いや、曲がってたよ、マジで。うん、おい、マジでさ、うぅ、飛ばない、おぼさん、うぃ、おい、寝れないねこれ。いいよいいよいいよ、いいっすよ、好きなタイミングでね、緊張しないでね。ちょっと待って、うるさいっす。いや、ジェームリーよ、キモいって。待って、うまいなぁ。お、行け、行かないよ。見せてください、みんな今観戦いるんで。おい行け、おい、多いな。オッケー、届いた。これ、ここね、行きますよ、これ。こそれしただろ。おい、やめろって。おい、邪魔すんなよ。三個くらい飛んできたぞ、今。おい。
うわっすごい、ありえない。やばい、ありえない飛び方してる。